皆さんこんにちは。北海道が生んだ大スターフォークシンガーの松山千春さん、奥様との馴れ初めや2人の間に誕生した子供などプライベートな部分をまとめてみました。松山千春さんは1955年12月16日生まれ、北海道阿諸路郡阿諸路町の出身です。1978年に発売したシングル季節の中でが大ヒットしたことでニューミュージック界で確固たる地位を築きました。大ヒットした曲は他にも大空と大地の中で、長い夜、君を忘れないなどがあり、その類稀なる歌唱力で多くのファンを魅了してきました。プライベートでは1985年12月に一般女性の金田貴子さんと約8年の交際を経て結婚していますが、婚約発表はそれから約3年前の1982年10月に東京赤坂のホテルで行われています。もっとも松山千春さん自身はその当時コンサートツアーの最中だったため会見には出席しておらず、代わりに所属していたレコード会社の山本社長によって行われました。婚約発表という人生の節目の会見で、なぜわざわざ本人が不在の時に強行されたのかというと、実は当時札幌市内の松山千春さんのマンションに金田貴子さんが出入りしていることを一部のマスコミに嗅ぎつけられたからだと言われています。ただ故郷で暮らす父親の松山明さんには婚約発表の1年ほど前に松山千春さんから紹介されており、奥様の印象を女優の山本陽子さんに似た古風な優しい人との感想が述べられています。金田貴子さんは札幌市近郊の裕福な農家に生まれた女性で、地元のカトリック系の女子高校を卒業後、札幌市内のデパートに勤務していました。1982年の婚約発表時にはデパートをすでに退職していたようですが、約6年間働いており、松山千春さんと知り合ったのもどうやらこの OL 時代だったようです。婚約発表する前日に神戸国際会館で行われたコンサートの MC の中で、松山千春さん本人が馴れ初めを語っていたようです。婚約発表をする直前に2人の関係をマスコミに嗅ぎつけられたことを知った松山千春さんは金田貴子さんに電話で、おいお前のことが週刊誌に出るらしいぜと報告したそうです。すると金田貴子さんは、じゃあ別れましょうと返してきたのだと言います。なぜかというと、松山千春さんに対して迷惑をかけるし、松山千春さんのスタッフに対してもダメージが大きいだろうから、別れた方がいいのではないかと提案してきたと言います。こう言われて初めて松山千春さんの目が覚めたようです。そして婚約発表から3年後の1985年、松山千春さんと金田貴子さんは結婚することになります。松山千春さんと金田貴子さんには結婚後間もなく女の子が誕生しています。名前は月菜さんと発表されていますが、それ以外の情報については出ていません。ちなみに松山千春さんが1996年4月にリリースした命という楽曲は月菜さんのことを歌ったものだと言われています。すやすやと寝息を立てて眠る月菜さんの寝顔を優しい眼差しで眺める松山千春さんの様子がそこには綴られています。松山千春さんといえば毒舌のイメージがありますが、どんな乱暴な言葉の中にも確かな愛を持っている人でもあります。そのことは金田貴子さんとの結婚に至るまでの経緯を語ったコンサートでの MC の内容からも十分感じられるところです。松山千春さんは2015年9月フジテレビ系さんまのまんま30周年秋スペシャルに出演しました。明石家さんまさんとは同級生同士という旧知の間柄で、ゲストの黒柳徹子さんを挟んでザ・ベスト10に出演した時のエピソード等をいつもの青春説で饒舌に語っていました。人気絶頂期にはシンガーソングライター中島みゆきさんと交際の噂もあったそうです。中島みゆきさんと松山千春さんは同郷のよしみもあって仲が良く、2人は付き合っていると週刊誌でも騒がれましたが、真相はどうだったのでしょうか。松山千春さんは中島みゆきさんのことを今も先輩シンガーとしてリスペクトしているようです。
才能ある2人ですから、お互い惹かれ合うことが過去にはあったかもしれませんが、真相は不明です。同じ時代を生きた2人は良き戦友同士になったのではないでしょうか。松山千春さんはかつて TBS の音楽番組ザ・ベスト10で何度もランキングされながらもテレビ出演を拒否し続けていました。しかし1978年に一度だけという約束で出演を承諾したことがありました。ところがこの初出演で松山千春さんはとんでもない事件を引き起こしてしまいます。それは松山千春さんが北海道でのコンサート会場から生中継で初出演した時のことでした。どうして俺がテレビ出演を拒んだのかという理由を松山千春さんが延々と語り続け、あろうことか次に歌を披露する予定だった山口百恵さんが歌えなくなってしまったというのです。当事者の松山千春さんは、だってスタッフが何も言わないからトークでつないでいいものだと思ったといつもの千春節で弁明していました。司会をしていた黒柳徹子さんは山口百恵さんに謝ったり番組を気遣ったりとヒヤヒヤしっぱなしだったと語っています。松山千春さんと国会議員の鈴木宗男さんが盟友同士であることも有名です。以前新党大地真民主に所属していた松木県公衆院議員の会合に松山千春さんが出席し、なんとその場で次に解散総選挙となったら必ず出馬しますと申し出をしたのだそうです。ところが翌日事務所の方から本人に確認したところ、あれは自分のリップサービスだった、会合が盛り上がっていたのでノリでついやってしまった、これからコンサートも始まるしラジオ番組のレギュラーもある、本当に出馬するときには記者会見を開くと言っていたとの説明がなされました。松山千春さんが出馬を断念した本当の理由とは一体どのようなものだったのでしょうか。出馬しますと明言しながら翌日に宣言を撤回した松山千春さん、今は歌に専念したいという本人の意思からですが、それが出馬を断念した本当の理由だったのでしょうか。もちろん地元愛が人一倍強く、地元のフォークシンガーとしてのプライドが強い松山千春さんですから、出馬して自分も一役買いたいという気持ちを抱くことは十分理解することができます。ところが宣言を撤回した理由はそれだけではなかったようです。どうやら出馬宣言したことによって家族から猛反対を受けたらしいのです。中でも愛娘に歌っているお父さんが大好きなのにと泣きつかれ、松山千春さんの心は相当揺れ動いたようです。松山千春さんという人間を分析してみると、決して外せないキーワードが一つ浮上してきます。それはズバリ地元愛です。付随して正義感、男気というワードも思い浮かびます。松山千春さんは激しいブーイングを受けながらも野外コンサートを見に来た観客の前で次のように訴え続けています。何もバッジをつけた人間だけが政治をやるわけではないし、故郷の北海道、日本が危うい状況だったら自分も戦いに出るかもしれないと、今の日本の諸問題を打破するべく歌手松山千春が本気で出馬宣言するのもそう遠くない未来かもしれません。今後の動向に注目したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いいたします。